Today, we're going to spend a day with a bonsai craftsman, learning about Japan's famous art form. Our star is Hiramatsu Koji, who works with bonsai in Japan and around the globe. He's quite famous in the bonsai world, and he's the chief judge for the illustrious National Bonsai Exposition, Gafuten. He gets up at 6, and just 5 minutes later, he's diving straight into work. Do you like coffee? Wow, you like your coffee. All right, his day is finally beginning. So what do you do first in the morning? What are you doing now? How long have you been a craftsman? Had you always wanted to work with bonsai? How long will this one take? So basically, bonsai, right? Are you Koji's apprentice? そういうわけではなくて、木梨で仕事をしてるんですけど、休みの日にこちらで針金掛けをメインに勉強させていただいてます。Why here in particular? 僕はもともと埼玉にいたんですけど、埼玉でもやっぱ平松さん、盆栽界ではすごく有名な方で。So he's pretty up there in the bonsai world. すごい人ですね。もう世界の平松って言われてるぐらい。もう世界中で活躍されてるし、もちろん国内でもめちゃくちゃ有名ですし。What are you working on now? 静止作業って針金をかけて盆栽の形を整えてやる作業な。盆栽を形作るっていう基本的な作業。What are the main steps when working with bonsai? まあ作業的にはいろんな作業があるわな、盆栽も。それこそ水かけから始まって、車取りとか。まあでもこの基本的にはこの針金かけっていうのが、まあどの盆栽にも一番重要な作業になるんで。What does the wiring accomplish? 盆栽ってそのままにしとったら太陽に向かって伸びるだけなんで。やっぱり人間の手を加えて、綺麗な形にしてやるっていうのが、まあ盆栽には一番大事なところなんで。What's the best way to do it? それがもう職人技やけんな。職人さんによって全然違うんで。So the wiring basically never ends, right? そうよ、永遠やけん。これでまた2年ぐらいしたら、これ針金外してもう一回かけ直すわけやけん。終わりのない作業やけん。まあ理想的な盆栽にするんが俺らの職人さんの仕事やけんね。ちょっと聞いとってこうか。Wow, look at all these bonsai! I'm getting chills just taking it all in.
Are you keeping it from falling over? そうそう、強風が吹いたら盆栽が倒れる時あるけんね。ただそれだけ。What are you doing now? これをどういう形にするかっていうイメージを、枝の状態を確認したり、どのぐらいのボリュームに作ってやるかっていう、そのイメージやな。俳優さんとか、ほら、この人はどの角度がかっこよく映るかなっていう、そういう盆栽も一緒やな。どの角度が綺麗で、どのサイズにやってやったらいいかって、それをイメージ作りなんだ。ことでこのお客さん来るんで、でお客さんと最終このぐらいでっていうのをチェックしながら、枝をどのぐらい減らしてやったり、そういうことをお客さんと話しながら決めていくんやけど。Do you water them every day? 乾き具合見ながらやけんな。もうたっぷり。たっぷり。うん。これはほら展示するやつなんで、室内にちょっと色出しで置いとくんやけどな。これは灰色をきれいにしてやるんで室内に置いてやったんやけど、基本的には外に置いとかないかんので。 We're heading out for lunch. And of course it's Kagawa's famous udon noodles. 集合はうどんやな、やっぱり。 After lunch, it's back to work. あ、福井さん来とる。あ、すいません、早かったやん。はい。He's checking with the customer to decide on the shape. What sort of person is Koji? Ah, I'm also a long acquaintance. He is still 25 years old.見てくる。ここも日本で世界で作家として活躍されてる方やから、勉強熱心ですから、そういう面では素晴らしい方です。ありがとうございます。日本でも有名なコレクターです。私も盆栽歴ははっきり言って長いんです。ああ、What a cute grandkid! 6代目 You'll start his training early?あ、するする。今から行きます。後継者がまた増える。英会話生かして中国語を習わして、世の中金じゃ。頑張れよ。盆栽英才教育ね。ただでも嫌いになるパターンもあるけど、盆栽が。Do you get orders from overseas? ほら、Facebook とかインスタとかに自分が上げたやつ、お気に入った人が海外からもう問い合わせが来るんで、Facebook なりなんなりで商売できるんで。Check the video info below for Koji's Facebook. Do you work with any trees other than pine? うん、これもみじ。もみじの一種で、獅子頭っていう。盆栽もいろんな種類あるけんね。まあ、楓があったり、花輪があったり、ちょっと変わった品種があったり。まあ、商品盆栽ってちっちゃい盆栽がメインやけどな、ここは。うん。What's next? これは今度のほら展示会に展示する作品のリハーサル。商品盆栽の場合は盆栽一つじゃなくていろいろ組み合わせて飾るんで、うん、単体じゃないんよ。商品盆栽はその棚の飾りの中に何点か入れてやって、まあ、一つの作品として展示するんで。まだ最後のお化粧はしてないん。今からその盆栽の植木鉢とかも、うん、植え替えしてやらんといかんので。まあ商品盆栽こんな感じで、これが一つの作品という感じで飾ってやるんですけどな。
綺麗な鉢に植え替えして、それに綺麗な苔を張ってで展示っていう、大体そういうで、ほらこういういろいろ鉢があるんで、まあ鉢の色合いやな、そういうのも考えながら、一つの作品が華やかになるように、うん、明るいような色が絵が入った鉢とかいろいろ合わせてやって、サイズ形をいろいろバランスをとってやりながら大舞台へチャレンジするっていうね。So what makes you the happiest as a craftsman? まあ自分の気に入った作品がお客さんに肯定いかれた時やっぱ嬉しいな。それは当然自分の腕が認められたっていうことにはなるんで、まあそこが一番の楽しみやな。盆栽長年手入れしたいけどな、売れていくのが。まあ、あの自分のお客さんに売った場合はそのほらまたその手入れで帰ってくるんで、あのずっと触っていけるんで、それが一番の楽しみ。Kind of like raising your own kids? まさにそれやな。もう自分の子供の面倒を見ると一緒かな。Koji, what is bonsai for you? 私にとって盆栽人生のすべてなんで、これからも人生のすべてをかけて盆栽に向き合っていきたいと思います。